デルリン500ギターピック 0.46 ミリです。このデルリンという素材なんですけれども、すごくツルツルしていて、僕はすごく好きな素材なんですが、こういう指にこうペタッとくっつくというか、そういった感触があって、個人的にはすごく好きです。で、0.46 ミリということですごく、やはり薄いので、カッティングとかに向いているような印象があります。そうですね。サウンドは、トーテックスと比べると、そうですね。アタックがすごくツヤがあるというか、くにゅくにゅとした独特のサウンドが得られるという印象です。デルリン500ギターピック 0.71 ミリです。そうですね。こちらもやはり非常に薄いので、カッティングとかに向いているような印象があります。で、弦離れは、早からず遅からずというか、割とこう、そうですね、非常にスタンダードな印象を受けるピックだと思います。デルリン500ギターピック 0.96 ミリです。このぐらいの厚さから、そうですね、フロントピックアップで弾いた時の独特のこう艶というか甘さみたいなものが際立ってくるという印象があります。デルリン500ギターピック 1.14 ミリです。このぐらいの厚さになるとかなり音も太くなってですね、メタルにぴったりのサウンドが出るかなという印象です。あと、ピックの食いつきがすごくいいというか、そうですね、薄い時のデルリンと比べてもかなりもぎもぎとした、すごく気持ちいいニュアンスが出るという印象があります。デルリン500ギターピック 1.5 ミリです。先ほどの 1.14 よりもかなりパワーが増して、そうですね、こう温かさとエッジを両方兼ね備えているような、すごく、いいサウンドが得られるピックだと思います。ただ、すごく分厚いので、小回りはあまり効かないかなという印象なんですけれども、そういった、デメリットも全然、凌駕するような、すごく、素晴らしいサウンドが出るピックだと思いました。デルリン500ギターピック 2.0 ミリです。このぐらいの厚さになると、もうしなりというのも他の素材同様全くないんですけれども、かなり強い音が出る印象でしたので、あと、そうですね、ローもかなり膨らむというか、結構こう暴れやすいサウンドのような印象がありました。ただ、そうですね、このデルリンの、先ほどの 1.5 ミリもそうなんですけれども、やはりこうエッジがこう滑らかにこう加工されているので、速いプレーを弾くときにですね、軽い力でこうスルスルとこう弾ける印象があるので、そういったメリットがこの2ミリの厚さにもあると思いました。プライムグリップデルリン500、ギターピック 0.96 ミリです。そうですね。非常にデコボコしたデザインがついていて、グリップがとても握りやすいという、ピックになっています。
で、サウンドの印象そのものは、通常のデルリン500と、大差はないかなという印象なんですけれども、そうですね、こういったツルツルした素材だとどうしても滑りやすくて、ちょっと、この音は気に入ってるけどグリップが苦手という人には、こういったデコボコしているこのプライムグリップの方が向いているかなという印象でした。